おはようございます。今日ね、私はちょっと起きるの遅くなっちゃったんですけれど、同居人の方が朝早く起きて、くるみちゃんのケージ見たら夜に出していたご飯全部食べていたみたいなので、新しく朝ごはん出してくれたみたいです。新しく出した朝ごはんはまああんぐらいですね。半分以上は食べてくれてます。珍しい。今日もお布団の中でミノムシ中。ケージ今日もね、開けて一日に開ける時間をちょっとずつ増やしていこうかなと思います。くるみちゃんこの下にずっと入ってるので、チュール今日もね開けていこうと思います。美味しかったでちか。もう終わりだよ。おもちゃんも食べたい。おもちゃんは夜お薬に混ぜて食べようね。はい、今夕方の6時50分なんですけれど、くるみちゃんお腹空いたみたいで布団から出てきました。でご飯食べてます。そしてお餅はご飯を羨ましそうに見てます。くるみちゃん、ご飯を食べた後はおトイレタイムです。しっかり毎日おしっことうんち出ています。そしてトイレをしたらまたご飯を食べてます。そしてまだ見張るお餅。くるみちゃんはやっぱり1週間一緒にいて思ったのが、夕方から一気に活動的になるなという印象です。お餅は一日中まあ動いたり寝たり動いたり寝たりですけど、くるみちゃんはもう夕方に一気に動き出しています。猫ちゃんそれぞれ生活リズムがあったり性格が出たりで面白いなって観察してます。昨日くるみちゃんがケージから出た時、最初はね2人仲良ししてたんですけど、途中からお餅が警戒しちゃってくるみちゃんの尻尾をねビシッて叩いちゃって、くるみちゃんはねその後ケージから出てこなくなっちゃったってことがあったので、今日は2人あんま近づかないかなと思ったんですけれど、お餅がね、またご飯狙ってんのかわかんないですけど、近づいたりしてます。今日ももうちょっとしたらケージを開けて、くるみちゃんとお餅対面させて、ちょっとずつ慣れていってもらえればなって思います。くるみちゃんのケージを開けて、昨
昨日ね、おもたんがピシしちゃったので、ちょっとの間ね、くるみちゃん一人でお部屋探検してもらおうと思って、したらね、今あの押し入れの2段目にさっき登ってました。お互い泣いてます。くるみちゃんがね、めちゃくちゃ泣いてます。なかなかに謎な行動をしてます。今外から車のドアをバンって閉める音がして驚いちゃってますね。お、登った。お餅は気になるみたいで、まあ、もうちょっとくるみちゃん向こうの部屋をね、一人で冒険してもらおうかなと思います。だいぶお部屋にも慣れてきた気がします。押し入れの2段目からこちらを、あ、隠れちゃった。くるみちゃん押し入れの上のお餅がね、いつもくつろいでいるベッドの上でくつろいでます。また尻尾がめちゃくちゃ膨らんでますね。感じ取りましたね。ちょっと時間経って来てみたら、くるみちゃんケージの中に戻ってました。
ポムタンおくつろぎモードで奥にくるみちゃいます。ポムタン仲良くよ。今日はね、今のところしてません。眺めてる。くるみちゃんがおててないないしてます。丸っこい。お餅も向こうで眠そうにしてます。二人とも寝ちゃいました。二人でご飯タイム。私は自分の食べ終わったんですけど、くるみちゃんのを狙ってます。